アダチ・シ太郎十二月二十四日昭和十九年は日本の政治家、元境町会議員、鳥取県最白郡中野村の人、元日本商工会議所会頭測立省の父、アダチ家の家業は酒造りで、江戸時代には王将屋を務め、名字立て脇を許された豪華だった。父鉄造は馬術の達人であり、鳥取半月の巧妙な先生について、 腕を磨いた。茂太郎は、長男の姓に剣道を教えた。茂太郎は多年にわたり、堺郵便局長を務めたため、郵便あ立ちと呼ばれていた。日本の聖使王と呼ばれた、藤原銀次郎の妻の実家と足立家は、隣同士であり、二人が結ばれたのは、茂太郎の仲介によるものであった。島根鳥取名詞列伝、下157、昭和戦前在海人、 明大辞典第3巻昭和9年620ページに、当家は、旧院州藩の王将屋にして、苗字盾脇を許されたる豪華なりとある。私分の在方役人に対して、軍村行政の実務を担当したのが、王将屋以下の農村自治役人であり、在役人と呼ばれた。在役人はまた軍政を担当する、軍役人と、尊政を担当する、村役人に区分される。 軍村行政の最高責任者が、王将屋で、半初期の会見軍には4名が配置され、会見軍を4日前に区分して、各々の行政を分担した。足立忠の私の履歴書によれば、家業は酒造りであったが、かなりの田畑を持っていて工作は、小作人に任せていた。代々、王将屋を務めていたので、平民ではあったが、 名字立て分けを許された格子の家柄であった。そんなだから、家には武芸を尊ぶ気風が残っていて、という、あ達正たは、私の履歴書に、家には常に春馬が兄とを飼ってあった。その影響を受けて父も馬術が上手だったが、むしろ父は、剣道の腕の方が確かだったようだ。小学校2年の時にはすでに父から直接、剣道の手ほどきを受けた。と書いている、あ達正たは、 私の履歴書に、堺の私の成果と、藤原銀次郎さんの奥さんの実家とは、実は、隣同士で、親類同様に親しくお付き合いをしていた。そんなわけだから、私の家へ、藤原さんから奥さんの身元調べに来た時には、父は太鼓板を押してあげたり、それが県でお二人が結ばれた後は、藤原さん自身も、ちょいちょい私の家に遊びに見えた。 と書いている誇張の中には、他村の誇張を任命されたり、兼務する例もあったが、外して町村内から選ばれており、町村代表の性格を残した。ありがとうございます。